ヘンリカス・ニコラス・バンデン、ハーク・フルクと、発音。1985年5月22日イは、オランダ、北ブラバント州、アイントホーフェン出身のプロ野球選手。宇ト右打ち。愛称は、バンディ。日本での登録名は、リック・バンデン・ハーク。1996年、12歳の時に、大サダハルとハンク・アーロンが設立した。 世界少年野球推進財団の世界少年野球大会オランダ代表に選ばれ日本を訪れる2002年11月14日にアマチュアフリーエージェントでフロリダ・マーリンズと契約マーリンズのキャンプに参加した当初は保守だったが当主に転向した2003年ルーキー級ガルフ・コーストリーグ・マーリンズでプロデビュー11試合に登板し2勝6敗 防御率5.35。2004年は A 級ジュピターハンマーヘッズで14試合に登板し、2勝3敗、防御率3.26。2005年は A 級グリーンズボログラスホッパーズで4試合に登板、6月に昇格した A 級ジュピターでは2試合の登板で0勝1敗、防御率4.05だった。2006年はルーキー級、 ガルフコーストリーグで5試合に、登板、8月に昇格した A9 ジュピターへ、昇格では3試合に登板し、防御率2.70でオフには、ハワイウィンターリーグに参加し、ワイキキビーチボーイズに、加入、10試合に登板し、2勝2敗、防御率3.60だった。2007年4月9日に、リッキー・ノラスコが、故障者リスト入りしたため、マーリンズとメジャー契約を結び、 翌10日のミルウォー・キー・ブルワーズ戦で先発としてメジャーデビュー。4回に3を投げ1失点で勝敗はつかなかった。4試合に登板司令勝1敗、防御率12.75、4月25日に AA 級カロライナマドキャッツへ降格した。6月5日に再昇格し、同日のアトランタ・ブレイブス戦で6回を1安打、無失点でメジャー初勝利。 6月17日に再び a 久カロライナへ降格し、7月17日に最小格。その後は先発ローテーションに加わり、この年は18試合に登板。4勝6敗、防御率6.83だった。2008年3月2日にマーリンズと1年契約を結び、開幕ローテーションに加わった。しかし、 一試合目のニューヨークメッツ戦では6アンダ3、失点1死球で4回無視で降板。二試合目のピッツバーグパイレーツ戦でも敗戦投手となり、4月6日に AA 級カロライナへ降格。7月22日に再昇格し、同日のアトランタブレーブス戦では5回無失点で、シーズン初勝利、7月27日の シカゴカブス戦では3.2回で降板し、翌28日に、トリプル A 級アルバカーキアイソトープスへ降格した。トリプル A 級アルバカーキでは4試合に登板したが、メジャーへ昇格することはなかった。2009年シーズン開幕前の3月に、開催された第2回ワールドベースボールクラシックのオランダ代表に選出された。同大会では、 エースのシドニー・ポンソンに次ぐ先発2番手として、第1ラウンド3月9日のプエルトリコ戦に、先発して3回1、3を投げ3アンダム失点。第2ラウンド3月18日のアメリカ合衆国戦でも先発し、初回ブライアン・ロバーツにヒットを打たれ、3番、デレク・ジーター、4番ケビニユーキリスに、連続支球を与え満塁とすると5番、デビッド・ライトに、 先生の犠牲フライを打たれ、2回には右翼手のダークファンクルースターのエラーで2死2類とすると、ジミーロリンズにライトにツーランホームランを打たれ、2回4アンダー3失点で敗戦投手となった。シーズンは開幕から右肘の故障で離脱。4月3日に15日間の故障者リスト入りし、5月17日に60日間の故障者リストへ移動した。 6月4日に故障者リストから外れ、トリプル A 級ニューオーリンズゼファーズへ降格。7月19日にメジャーへ昇格した。昇格後は6試合に登板したが、8月18日にトリプル A 級ニューオーリンズへ降格。トリプル A 級ニューオーリンズで2試合に登板後、ロースターが拡大された9月1日に再昇格した。その後5試合に登板したが、1勝にとどまった。 この年は11試合に登板し、3勝2敗、防御率4.30だった。オフには、プエルトリカンウィンターリーグに参加し、ヒガンテスデカロリーナに加入。4試合に登板し、1勝0敗、防御率1.80だった。2010年2月27日にマーリンズと1年契約に合意。3月30日に、トリプル A 級ニューオーリンズへ移動し、 そのまま開幕を迎えた。トリプル A 級ニューオーリンズでは11試合に当番にし、4勝3敗、防御率4.86の成績で、6月6日にメジャーへ昇格。同年初当板となった6月8日のフィラデルフィアフィリーズ戦は1回を無失点に抑えたが、2試合目の当板となった6月11日のタンパベレーズ戦では、 3アンダ4失点で1死しか取れず降板。2試合しか登板機会のないまま、6月13日に、レニエル・ピントが故障者リストから復帰したため、トリプル A 級ニューオーリンズへ降格した。降格後は、トリプル A 級ニューオーリンズで8試合に登板し、4勝1敗、防御率4.47だった。ボルチモアウリオールズ時代2010年7月31日に、 ウィル・オーマンとのトレードで、ボルチモア・オリオールズへ移籍した。移籍後は、トリプル A 級ノーフォークタイズで3試合に登板し、8月16日にメジャーへ昇格した。昇格後は7試合に登板し、0勝1敗、防御率4.96だった。2011年3月3日に、オリオールズと1年契約に合意したが、3月28日に、ディエフェとなり、30日に、 マイナー契約を結んだ。開幕を、トリプル A 級ノーフォークで迎え、26試合に登板。9勝13敗、防御率4.43の成績で、9月1日に、オリオールズと再びメジャー契約を結んだ。昇格後は4試合に登板し、防御率8.00だった。2012年1月24日に、ディエフェとなり、 マイナー契約を拒否したため、2月3日に FA となった。2012年2月22日にトロントブルージェイズと1年契約を結んだが、3月21日にウェーバー工事を経てクリーブランドインディアンスへ移籍した。しかし、4月4日に再び DFA となり、6日にマイナー契約を拒否したため FA となった。4月9日に パイレーツとマイナー契約を結んだ。契約後は A 級ブラデントン・マローダーズで1試合に登板後、5月14日にトリプル A 級インディアナポリス・インディアンスへ昇格。トリプル A 級インディアナポリスでは21試合に登板し、13勝5敗、防御率2.92と活躍。9月10日にパイレーツとメジャー契約を結んだ。 昇格後はリリーフとして4試合に登板し、零勝一敗、防御率13.50だった。2013年1月4日に FA となった。2013年1月8日に韓国プロ野球のサムスンライオンズと契約。登録名は、リクベンデンホルク。同年は24試合に先発し、7勝を挙げた。韓国シリーズでは10月25日に先発し、 5回に3を投げ、無失点だったが勝敗はつかなかった。10月28日には中2日で救援として3番手で7回同点の場面から、当番、打者6人に対し2回を1安打無失点に抑え、勝利投手となった。10月31日に中2日で先発したが、初回に先頭打者本塁打を打たれ、1回1失点で交番となった。 3試合8回に3を投げ6被安打6死9九奪三振1失点、防御率1.04と韓国シリーズ3連覇に貢献した。2014年もサムスンで25試合に先発し、13勝を挙げ、最優秀防御率、最多奪三振のタイトルを獲得し、サムスンの韓国シリーズ4連覇に貢献した。韓国シリーズでは11月4日、 11月10日の2試合に先発し、勝敗はつかなかったものの13回1、3を投げ10被安打2支球12奪三振3失点、防御率2.03と高騰した。2014年12月26日に福岡ソフトバンクホークスがバンデンハークの獲得を発表した。登録名はリック・バンデンハーク。背番号は44。 2015年2月17日にグローバルベースボールマッチ2015サムライジャパン対欧州代表の欧州代表に選出されたが3月4日に怪我の影響で辞退した怪我で調整が遅れたことに加えシーズン当初はジェイソン・スタンリッジ、エディソン・バリオス、デニス・サファテの3外国人が いずれも好調だったため、二軍で防御率一点台前半の高騰を続けながらも、なかなか一軍戦当番の機会が回ってこなかったが、交流戦中の6月に、ようやく昇格を果たし、6月14日の瀬多交流戦、対広島東洋カープ戦に、先発、6回に失点で、初登板初勝利を挙げた。その後は、シーズン終了まで先発ローテーションに定着し、 9勝、0敗とシーズン無敗の好成績を記録。ソフトバンクのリーグ優勝に大きく貢献した。東京ヤクルトスワローズとの日本シリーズでは2戦目に、登板し8回無失点で勝ち投手になった2016年のシーズン開幕以降も勝利を重ね、5月10日の対、ロッテ戦の勝利で、日本での初登板から無傷の14連勝を記録。 元読売ジャイアンツの堀内恒雄が記録した、初登板からの13連勝を50年ぶりに更新した。しかし、5月17日の対北海道、日本ハムファイターズ戦で先発するも5回7、失点で来日初黒星を喫し、連勝は14で止まった。 この年は故障などで5月31日の中日戦から9月18日のオリックス戦までおよそ3ヶ月半の戦線離脱を余儀なくされて13、先発、82等級会にとどまりチームの部位いつも一員になってしまった。その一方でシーズン中の6月21日に2017年シーズンからの3年間の契約延長、 年俸総額12億円と報じられた。2017年開幕前の1月4日に第4回 WBC のオランダ代表に選出され、2大会ぶり2度目の選出を果たした。3月7日に韓国で行われた WBC1 次ラウンド A 組ゲーム3対韓国代表戦に先発し、4回3安打無失点の高騰を見せる。 3月12日に行われた w b c 二次ラウンド E 組ゲーム2では日本代表に3回合失点の内容だった。3月21日に行われた WBC 準決勝ではプエルトリコ代表と対戦し2回に基本類打3失点を喫する。レギュラーシーズンは 4月6日に行われた対東北楽天ゴールデンイーグルス戦で今季初先発を迎え、先発ローテーションの一角を担う。8月9日に行われた対千葉ロッテマリーンズ戦において、7回に失点の高頭で来日初のシーズン2桁勝利を記録する。9月14日に行われた対オリックスバファローズ戦において、 過去10戦9勝だった同カードで初黒星を喫し、2015年の来日以来、福岡ヤフオクドームにおいての連勝記録は19戦14、連勝で止まる。今シーズンは、自己来日最多の25試合の登板で13勝をマークし、チームの2年振りのリーグ優勝に貢献した。ポストシーズンは、 楽天とのクライマックスシリーズファイナルステージ第4戦と横浜 DNA ベイスターズとの日本シリーズ第5戦に登板。チームの2年振りの日本一奪還に起用した。2018年4月4日の対西武戦の先発登板で開幕スタートを切り、以降、先発ローテーションの一角を担う。 二年連続の二桁勝利を挙げ、チームで二番目の138投球回を投げるが、4月25日の、大西部戦で8死し球、3飛本塁打で、自己ワーストの10失点を喫するなど、リーグワーストの21飛本塁打、61を死球と、請求に苦しんだ。ポストシーズンのクライマックスシリーズにおいては、西部との、第一戦で6回を投げて、勝利投手となる。 広島東洋カープとの日本シリーズにおいては、第2戦で敗戦投手となるが、優勝決定戦となった第6戦では、6回を無失点、1奪三振の高騰で、チームの日本一連覇に貢献する。2019年、宮崎春季キャンプ中に腰の張りを訴え、開幕はリハビリ組で迎える。 6月に一軍に昇格したものの登板直後に、右肘を痛めて、登録抹消、9月まで、再びリハビリ組で過ごす、と故障に悩まされるシーズンとなった。しかし3試合の登板で負けなしの2勝を挙げ、西部とのクライマックスシリーズファイナルステージ第4戦では5回途中、2失点の高騰を見せるなど、パリーグ史上初のスイープでの CS 突トッに貢献。 11月2日には、福岡市内の病院で夫人が第一子となる男児を出産。例年は、全日程終了後に母国オランダへ戻っていたが、乳児の航空機の長距離移動での負担を避けるために、福岡に留まることを表明し、在籍5年目にして、初めて球団のパレード行事に参加した。 その後、11月29日に推定年俸約3億円の1年契約で残留することが発表された。2020年は開幕ローテ入りするも、7月17日に背中の針を訴えて登録抹消。シーズン最終盤に復帰するも、5試合当番2勝2敗、防御率6.9 2リの成績に終わり、12月2日に公示された。 保留選手名簿から外れ自由契約となった。2021年は、所属球団が決まらないままキャンプシーズンを迎えたが、2月24日に東京ヤクルトスワローズが1年契約、年俸75万ドルで獲得したことが発表された。背番号は15となる。5月21日に遺跡後初登板を果たすも、4回3失点で降板した。 同月28日の2度目の登板では、先発するものの一つのアウトも奪えず5失点で降板した。球団は9月22日にウェーバー工事を NPB に申請した。NPB では主に先発投手として起用され、198cm の長身から最速時速 157km、平均時速 149km のフォーシームと、 時速 130km 台のスライダー、時速 110km 台のナックルカーブ、稀に時速 130km 台のチェンジアップといった変化球を投げる。脱三振能力と請球力を高い水準で合わせ持っており、2016年シーズンでは、K、BB は6.13、脱三振率は10.10 10、よし球率は1.65と、 いずれも参考ながら高い数値を示している。また、2016年シーズンにおける、ゴロ、フライ比率が、0.68であり、いわゆるフライボールピッチャーである。ありがとうございます。